頼むでしょ。もうアウトや。安全帯とハーネスしてるか。違います。塗装が本当に好きすぎて自分で写真めちゃくちゃ撮ってる。塗り終わった後好きで撮ってるってこと。もう瞬間途中カジュアルとパンと顔を食べてドロドロになって見栄えが綺麗。あー、べっしーと出るか。ライン出るもので、あ、わざとそうやってやったんだ。最初やってない。今ラーメン食ったばっかりあるんですけど苦しいですわ。家系ラーメン食ったらマジでお腹いっぱい。家系ラーメンちょっとコメント欄に書いてください。家系が何か分かりません。マジでミオよりお腹でかいもん。マジででかいお腹が筋肉だね。そんな筋肉ないでしょ。今日は塗装だよ久々に。えいお疲れ様です。そのサブチェックするちょっと削っていいか。いいっすよ、優しいじゃん。残るね。出るやらんのよ、びっしーして。なんか、絶対ちゃんとそれやったから、針でチュンチュンだけど、あれ、奥までちゃんと入れるために養生してるよ。きれいに、もう覗いてもわからないよね。びっしー。そこにいる。きれいに塗ったの？なんか後ろから見てもすごいデブなのが分かるんですけど、すごいデブなのが分かるぐらい横に取り方違うよ、もう肉が乗っとるもん。ズブンで仕方違う違う。いや本当に後で見てほしいんですけど、ここがすごいなんか出てるもん。食ったばっかだから胃が2つあるのヤギみたいな。1、第1、食ったもこうやってこう今日は人間いるから。だいぶでかくなった。いつ出産？1月です。あ、YouTube 見られてないです。めちゃくちゃ言ってるぞ。見て、これ久しっていうんだけど、ちょっと出てるところ。あれ何個ある？今、10個ぐらい。やば。ちょっと出てきたみたいですね。前まで。ちょっと出てきた。お前かかっとるよ。お客さんの前を見て。だいたいお前ヘルメットかぶってんの、なんで？いや、狭い。狭いお前、そう、それ言う。お前、じゃあ置いたんだ、あれ。すぐにはつけれんやつやん。基本的にはあれだよ、安全帯とつけるのかな。安全帯とハーネスしとるか。してます。でもお前は結構写真とか撮ってない？塗装が本当に好きすぎて自分で写真めちゃくちゃ撮ってる。塗り終わった後好きで撮ってるってこと？もう瞬間してですよ。お客さんに出会う店撮るでしょ。余分にちょっとそうそう撮って、それはお客さんに安心感のためとかじゃなくて好きで撮ってるの？それもあるし、うん、俺すごいでしょみたいな感じで。じゃあこれ見てくださいよ。だから見せてくるよ。お客さんも足場とか見えないですよね。うんうん、ちょこちょこ撮って安心のように。お客さんのためにね。そうですよね。塗装好きすぎてとか。めちゃくちゃ撮っとるよ。やばいよ、マニアックすぎに塗装好きすぎてとか。プライベートも見たいな。プライベートも見たいなとか。プライベートも見たいな。プライベートはやっぱこんなの競馬だからお前、これ嫁さん見られたらやばいんじゃない？競馬やってるんですか？競馬やってます。あ、撮影現場のな、はい、すんげえ。やめてくださいね。プライベートは NG。 出てきてくれた。見て、ちょこってひょろんって出てきた。ちょっとじゃないです、だいぶ。だいぶ。いや、一緒です、私今。一緒です、このお腹と。社長の方がでかい。俺、こいつ幸せもらっちゃった。想像認識だったよ、お前。今食ったばっかり。今何だ？どうや、大変か。この物件は。数だけ17か8度する。6？ 15、6。これ計算したらこれだな。これで、これはこっちは何も分からない。喋ったならなんでだった。最悪この人、本当に。最悪もう。イラハラさんが一番おもろかった。ね、平原さんぐらいですよ、そんなこと言ってくれるの。だってもうだって十何年だよ。今うちでお前より古いの。営業入れて小ぐらいじゃん。あ、そうですね、小が一番高い。森さんはお前らが古いだろ。そうですね、お前らが古いだろ。だって南区時代だよ。
次回道場って名前ができる前からそうです、南建設わかるよな、足場で行くよ行くよまた全然面白くないって言って笑ってるから平原さんもでもじゃあお前やるよかしっかりできるよ大丈夫上映出すよ2万出します週1本な1本、1本上映1本水準のみたいに10万再生以上は2本面白かったよ俺だったよこれだったら行くよ終わってこれはもう塗り終わったんだはいサビで塗るやんで塗るやんいやまだ下から上からやってもらったら上からだけ塗って一応塗り込んどいて下からまたもう一回拾ってくれ直しながら大変だサビの上も全部塗っとる白も入ってる。白はペンキですね。あ、そういうこと、ケースじゃないの。ケースだとここちょっと鉄板なんで。あ、鉄板なで、はい。塗料の選定もいろいろあるの。ボード。だってボードみたいなやつだったらケース。鉄だったら油性ペン。油性ペン。鉄。両方です。二液。二液だよ。じゃあもう本当に昔からそのこだわって結構ないだろ。まあ今最近出てきたかもしれない。あ、二液。なかったよなと思った昔は水性とか水性が主流だったよね水液の電気も今だいぶ水性もいいのに結局何ってさ水性と油性って単純に分かるじゃん、うん、水系か油性でまあ何でもそうだいやらしい話で水性ローションと油性ローション水性ローションまあそれ俺いやらしいあれじゃないですかいやらしい話していいって言っていやらしいじゃないぞって書いてマッサージマッサージ、うん、行く時に水性のローションってやっぱすぐタオル取れるさっと取れるのだけど油性のローションってやっぱちょっとぬるってしちゃうんだ。ただ油性っていうのは強い粘度があるし、うん、いいものがあるんだけど、塗装ってなんでみんな油性の方が強いのか油性つかまないのっていうけど、うん、水性って水に流せる、うんうん、水道に流せる、油性流せないから廃油として捨てなかった捨てるのにもお金かかる。でローラーも水性は洗えば落ちる、油性は、まあ、油性でもスッと芯まで洗えば落ちるけど2液だったら硬化って言って混ぜた瞬間から固まり始めるから。ローラーとか履けるの持ちが悪い。じゃあもう次の日はもうその新しいやつ使わなきゃいけない。確かに確かに。で塗料も1液の、うん、まあ油性でも水性でもそうだけど、水性だったら使ったら次の日使えるじゃん。うん、カウンなんて固まらないから、ね。うん。塗って初めて乾燥硬化型だから、ね、塗って硬化が始まるけど、2液の硬化型っていうのを入れたことでもう固まり始めちゃうから。混ぜたらもうそこで固まりが開始しちゃうんだ。夏なんかそういうぐらいで2時間でももう固まっちゃうから酒だったらもう固まっちゃうよね。途中日陰りとかと皮張ってドロドロになってでそれぐらいやっぱ手間が毎日油性ばっかり塗って取るでいいけどこういうところにも何だかこれそうこれ取ってもいい、はい、マスクあってるブロック見て下にも塗って紙テープあって紙テープあってねそれなんでって言うと油性ってこれくぐるんだこれ今くぐっとるじゃん貼ってあるところが入っとるじゃん、うん、今これ紙テープ貼れば治るんだけど、うん、これくぐっとるって言うんだけど水性だったらこれくぐること絶対ないあ下に吸い込んじゃってるってことでも全然吸えない油性だとちょっといや中で浸透るんだ浸透していくその分手間だしだから紙テープ1枚で捨ててるって貼るんだよこのテクシー、まあ、ね、飛んでるでしょ。もうアウトよ。これ全部チェックしてみようかな。これが残ってることないんだよ。これも。すごいよね。こんなんこんなに。で、こんなん見つけれんでしょってなるもん、ね。よくお客さんとか行くと、はい、よくあるのは、はい、お客さんで、まあ塗るのが大事だけど。こんなに綺麗に塗れるかもね。これ下全部塗るでしょ。うん。全部これ布を貼ってんの紙テープあるのこれあれよく考えて足の時こんなもん貼ってないでしょ、うん、足はちょっと上げてやってる足も一回全部自分で書いたでしょ書いたでしょ片言で言ってる書いたでしょ書いたっていうか上げてるよねでもジャッキを上げて一個ずつ上げて、うん、全部布を挟んで次やったのかなこれついと全部取れちゃう取れちゃうのね、うん、で足場にも、まあ、押さえといてさらに足場にテープ貼って、ね、テープ貼っていやこれ結構大変なんだよ養生だけでも結構かかるわしなやな
まあでもあれ見落とすことないでしょ、ここまでプロだったら。魚の手ない飛んでた。いや、飛んでた。これすごいわ。あ、これよく見て。違うじゃん、白でいけないんだ。茶色でいけどうか。茶色で、はい。いけんじゃん。そこだけちょっと茶色が。こっち見たらよくわかるわ。そっち見たらわかるでしょう、何今日か。これ、この色とこの色と、この白に塗り込んでもいいや。うん、でそれを最初にやっぱこういうのは取ったから、こうやってやってあげようと、こうやってこれの色とこの色違うの、茶色入れてから見栄えが綺麗、ね、あーべっしーと出るから、ライン出るもんで、あ、わざとそうやってやったんだ、わざと最初やってなかったんだ、わざとあのぐちゃぐちゃになっとったんで、そこでテープ貼って、あ、うわー、そのままラインで最初はなってなかったんだ、なってないとことが、あ、もともとこうなって、この茶色と茶色ってこれ何回も言うよ、色違うんだ。この大きい一面のとこと、そこの中に入れると そこだけで4色ってことでしょ、その焦げ茶、ちょっと濃いめの茶色、この大きい茶色、うん、あ、そう白ってことでしょ、うん、でそれをわざわざ全部これ紙テープ貼って、両方貼ってぐわーっと塗り込んでいくわけよ、で綺麗にラインを出そうと、ライン出して、ね、それが見た目が綺麗だよねって言うことだろ、ひと手間だよね、これも一手間、いや優しさのひと手間、すごい、いやこれプロだね、できるよ、いやほんでこれがさ1日限りは誰でもできるじゃん、うん、この下地を1日で2人でもう合わせたの、今相当あるね、これ今見てあげるのあれ緊張のカレーやってる、あーマジか、あれは大変だね、帯も全然違うしな、ね、なんかいろんな色があるもんね、下にうちのエースの仕事見たら、エースってみんなエースみたいなもんだけど、まこっちゃんもエースだし、ね、ラギスも綺麗だな、綺麗、あと浜野さんのレジェンドとか、鈴木さんも綺麗だもんね、鈴木さんも綺麗、やっぱさ足の職人全然タイプ違う、違う、本当にみんなよく似てる、あの足場に絶対タイプ絶対いない、うん、でもさ浜野さんみんなそうじゃん、全然違うんだけど、大きく分けた足場班と塗装班って全然違 う、 で一番近いのがカンタさんだからね、あ、思うのが塗装系に一番近いのが、そう、リュウジさん、ショウさんかけ離れとるで、塗装から細かい作業ね、多分できんと思う、ちょっと、あ、そう、かんばしいと思う、落ちとったよ、かんばしいと、まあこれ視聴者の皆さんからね、足場だけかけてください、全然やってますんで、まあ、足場無料ってチラシ売ってるけど、ちょっと高くなる、これ15万、塗装なしで足場だけ、足場お客さん、一般の人やってくださいって言ったら、まあ、自分で塗るんで足場だけお願いしますってことでしょ、そうそう、あ、ただそのパープライなら動画で見るのが簡単だけど、自分で塗るってなったら絶対大変、友達みんなでなんか思い出作りがてら塗ったら楽しくできるけどね、ガチで真剣に一人だと壁だけ自分でやるってことでしょ、これだけこういうの買って自分たち4畳だけこうホームセンター買って、細かいところはやってもらうとかってこと、あと、ね、うん、ただまあ壁に飛んじゃう人とかあとで手直ししなかったまあ、そうなったらもう一式頼んでくれた方が安いしありがたいし、なんか今そういうのも流行ってるよね、うん、細かい作業やりたい人とか多いもんね、そう下塗りだけやるとかでもいいもんね、自分たちだけでね、正面だけで、ね、そう、それも面白い、はい、じゃあ平野さん、久々に現場確認したらやっぱりちゃんとやってました、ちゃんとやってましたで、ね、30点だったらもうちゃんとやるのは当たり前だから、エクセレントがないから今日エクセレントが、ユウたちないよ、誰ユウたちエクセレントないから今日30点ね、誰普通だね、ジャニーさん、エクセレントないから今日ダメね、30点ね、お姉が混ざってるだからまあすごいと思う、めっちゃ綺麗、ミオ無理だもん、塗装屋さん、だけど自分はもう飛ばさんっていう自信があったら、これじゃあまあいっかってなるじゃん、いや、ないですよ、後で上から取り込むし、なんでこういうのきちっと養生するか、塗装がボトボトの、あの膨らむのが嫌だよ、なんか、途中ちゃうと塗り込むのが別に言うのかもしれない、言っちゃえばね、ボコボコになるのみたいな感じのところが養生する、こういうのも究極はさ、さっきのさ、あとで上から塗るわけじゃん、横から多分分からない、そこだけでカップでやってもいいわけだけど、ボコボコになったら終わりし、もうこんだけ綺麗にやるのはそういうことだよってことでしょ、本当にそう、外してさ、うん、まあエクセレントじゃないけど、まあ30点、普通にすげえ普通にすごくて30点だけど、本当に他の塗装屋を見に行きたい、逆に足場かかったとか途中で気にしたいけど、
ぜひいいよって方はコメントください。そうそう、いいよって方。あ、じゃあ逆に塗装屋さん募集してもいいよ。一緒に来てよ。自信あるよ。ここより綺麗に塗れるぞっていう人とかね。若い子もいいな、行くよって。うん、普段適当だけどみたいな。引き打ちでいかんとか。ああ、そうで、そいつの1ヶ月間 GPS を持つっていう。アップルタグを。エアタグね、エアタグ。エアタグ、エアタグ。はい、以上です。はい。ハガトムシャツ着てる。YouTube 見てるから分かってない。ね、ぜひハガトムシャツお願いします。はい。本当にすごい効果なんで、動画別に見てください。別に2本ぐらい開けとるから、それ着て作業も、もう変わるやつ。もう本当に。はい、足場持ってるやつとかもあるしね。すごい。本当にすごい。1枚着てみて、その服を着ると、両側とかも出なかれてない。本当嘘だと。じゃあ別に普通の服なんだ。まあでも冬だからね、ちょっと今からの時期があるかもしれない。ちょっと配ってみて。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、せーの、頼みでーす。